はもごもご今日はこの前トイレの話をしましたが今回はちょっと衛生的な話をしてみたいと思います朝鮮の人たちはどうやって往路に入ったんでしょうか今から見てみましょうまず各国には文化または環境に影響を受けているお風呂が発達していきますけど、まあ、皆さん、まあ、わかると思いますが日本の映画にもありますよねテルマエローマイとか見てみるととってもすごいローマの お風呂噴火があるとしたらでまたトルコとか中東アジアとかは砂漠の環境に合わせたハンマームというお風呂が発達しますねそして火山が多い日本は昔から温泉を楽しんだということはとても有名なお話ですじゃあそうしたら皆さんが大好きな時代劇の朝鮮の人々はどんな感じでお風呂に入ったでしょうじゃあ見てみましょう まずは、白木くだら国立の記録を見てみましょう。仏教の影響で、1日2、3回もお風呂に入ったという記録が多いんですね。でつまり、ドラマ「ファラン」とか見てみると、こういったシャワーシーンが出てきますが、もうかなりお風呂好きだったそうですね。ただし、こういったシャワー施設はなかったので、これはあくまで参考まで見てください。 でその後、白木の場ーや特に罪を犯した人にお風呂に入って反省をさせる経緯もあったそうです。今に例えたら、まあ、豆腐を食べるみたいなのと同じ文化ですかねで。その後、医療目的としておすすめされたという記録もありました。つまり昔はそんなに医術が発達してないので、その治療目的として衛生をとても大事にしたということなんですよね。 で、白木のサウナの文化が日本に渡ったという日本の文献もあったので、これも面白いお話ですよね。その後、高麗はどうなっているか見てみましょう。一旦、男女を区別なくお風呂を楽しんでたそうです。あ皆さん、このドラマご存知ですかレイというドラマがありますが、こちらではこれを再現した場面がありますけど、これはあくまでドラマなので、見ている人を考えてみんな洋服を着ていますが、実はみんな裸だったそうですね。 で中国の記録によると、高麗人は1日2回お風呂に入るとても清潔だという記録があるようで、高麗時代までは朝鮮半島のみんなはとってもお風呂を楽しんでたということが分かりますね。 さあその後、朝鮮に入ってから少し状況は変わるんですよ。じゃ見てみましょう。まず仏教を抑える政策になりましたのでお風呂の文化が消えてしまいます。不思議なんですね。でその後、と仏教の発達によって仏教がなくなって仏教が発展するんですけれどもこれによって裸は恥ずかしいという考え方が登場したそうですね。 でつまり以前にはなかった独特な衛生文化に進むことになりますじゃあどういった文化でしょう見てみましょうまず韓国語でお風呂のことは盲玉と言いますが朝鮮時代は部分的に洗う文化が発展します部分鮮魚の洗面器も用意したそうです つまり、どういったことだというと、写真を見てくださいね。お女性たちがいろんな洗面器を持っていくんですが、まあ、例えばの話なんですけど、目を洗うところ、耳を洗うところ、口を洗うところなどに分けて、こうやって洗ったらしいんですけど、 でさらにまた面白い文化もありましたけれどもあ悪いことを聞いたら耳、見たら目などを洗う文化も登場したそうですねあつまり顔全体を洗うんじゃなくて部分的に部分的に洗ったということなんですねあちなみに歯磨き粉としては塩と粒がとても柔らかい砂を使ってたそうです でその後シャンプーのことなんですが髪を洗うことは服が逃げるということなので実際あんまりシャンプーはしなかったらしいですねそれによってつまりダニが多かったでしょう当時の記録でも髪の毛がかゆいという記録が結構あったようですつまりお風呂に入っても皆さんが分かっている韓国の男性がやっている帽子みたいのはそのままだったということですよね で、醸成の場合は、シャンプーの代わりに、ごま油で髪を洗う、つまり髪を塗るという形ですかね、つまり朝鮮の醸成の周りからは、ごま油の匂いがしたかもしれません。 でキーセンの場合はドロジカがいますけれども日本にはあまりないので鹿類だと覚えたらいいでしょう鹿類から取った強力な香水を使ってたらしいですつまり神とか体の匂いを隠すためにこの強力な香水を求めていて小さいセンとかに遊びに行くヤンバンたちはこれを買うのがとても大変だったそうですとても高かったようですね で、実際こういった挑戦なんですけれども実際は全く洗わなかったわけではないんですね。全身のお風呂は旧暦の3月5日、5月5日、6月15日、7月7日、7月15日の中で2回ほど全身お風呂はしたそうですね。 でその時に石鹸としては勝負を使用したそうです日本にも5月5日に勝負で風呂を入る文化まだ残っている地域あると思いますがこれもとても面白い共通点ですよねじゃあ今からちょっと詳しく見てみましょう朝鮮の王族はどうやってお風呂に入ったんでしょうか3日から15日のペースで全身お風呂に入ったそうですね、えー、そして葉っぱや高麗人参、ニンにんにくを入れた美容油 結構楽しんででたそうですあつまりドラマで見ているこの花びらみたいのよりは実際は高麗人参、ニンニクまたは薬草などの葉っぱを入れたと思われます。あ,あくまでドラマでっている花びらはあドラマの綺麗な演出だと覚えてください。 で王族は結構温泉も利用してたそうですが朝鮮半島はそんなに火山がないので温泉が結構遠いところにあったのでたまに治療目的として王族がいたそうですよねこれは何年に1回ぐらいいたとは思います。 ここで皆さんが見てほしいところが、ちょっと右の下の写真をご覧くださいお。女性がお風呂に履いてるんですけれども、お洋服を着てからお風呂に履いてるんじゃないんですかこれは実際女優のための配慮ではなくて、本当の朝鮮の文化だったらしいです。じゃあ、今からはその話もついでに朝鮮の貴族の話もしてみますね。 じゃあまず朝鮮の貴族も王族も含めて専用の洋服でお風呂に入ったそうです。つまり裸は恥ずかしいのでお風呂用の洋服があったそうですね。で木の湯船が実際あってこれを部屋に運んでお風呂に入ったそうですね。外にあったらもちろん見られるから恥ずかしいからでしょう。なので結構お風呂に入るということがとても大変だったと思います。 そして夜の営みの前とかはもちろん衛生のためにお風呂に入るのがルールだったそうですね。そして人気気戦とかお金持ちは王族と同じく薬草とか高麗人参とかを入れた美容湯を楽しんでたそうですね。 次は朝鮮の平民を見てみましょう。平民は基本的に国が決めた先ほど案内した旧暦の日にちにお風呂に入ったと思われますが、湯船とかまたはお湯とかのそういうのを準備する、まあ、余裕もお金もなかったでしょう。子供は川で、大人は山の池でお風呂に入ったと思われます。昔の絵とか見てみると、実際それが様相できます。で、なんでこうやって朝鮮はお風呂に入ってなかったのか。 宗教的な影響、をさっき説明しましたが、最近は研究の発達によって新しい新説も出ています。その一つが、冬はほとんど水が凍るため、お風呂はつまり贅沢だったということなんですよね。人たちが飲む水も足りないのに、それでお風呂まで入るというのは、貴族じゃないとできないことだったと思います。実際1954年までも、韓国・ソウルの真ん中に大きい川、ハンガンがこうやって凍って、まるでディズニーの穴湯 みたいにみんなこうやって川から氷を取っているのがわかりますよね。でそれと温度の文化ってわかりますか韓国の冬はもう寒いところが痛いので部屋を温めないと本当に大変なのでそういった温度文化というボイラーシステムが昔から発展していましたが、まあ、これによって体温が保存されるためわざわざ お風呂に入って体を温める必要もないということと、こうやって温度を使うための木材が足りなかったので、お湯を作るための木材まではなかったということなんですね。つまり人口も増えるし、だんだん温度を使うことも多くなっているので、木材がとても足りなかったそうです。 で朝鮮の末期から1945年まで見ていきましょう。1905年、ソウルでは最初の銭湯が登場しますが、やっぱりこの時までは裸は恥ずかしいということですぐ閉店された記録があります。それと1919 19年、朝鮮の王室に初めてお風呂が設置されたという記録も発見できます。 で1920年近代化された銭湯が登場しますねもちろん日本の文化から入ってきたと思いますがこれはですねとっても高くて正直に人気もあんまりなかったみたいです じゃあ最近の韓国の状況を見ていきましょう。1950年、衛生の概念により銭湯が増加しますね。まあ、これによって週1回ぐらいはみんなの銭湯に行ってお風呂に入る文化が少しずつ定着していくと思います。で1980年から自宅に浴室が補給される記録があります。ちなみに韓国はお風呂とトイレが一緒です。日本だったらちょっと別の場合が多いんですけれども、韓国のドラマ見てたら 分かると思いますがいくら高いマンションでもお風呂とトイレは一緒ということが日本との違いですねでその後朝鮮とのだいぶ近くなって現在は裸が恥ずかしいものじゃなくて同じ同性だったらとうとうに見せるようになってむしろお風呂に入るときにタオルとかで隠したりとかしたらむしろ本当に変なやつだなと思われるぐらいになりました でその後、韓国は赤すりというのは体に溜まっている赤を意図的にまたはおわざと下ろすということなんですけれども実際いろんな世界の研究によってこれは自然に落ちるものなので赤すりは逆に肌にトラブルを犯す危険性があると言われているものの今の韓国人は朝鮮人と違ってかなり清潔とか気にしているようになっているのでこの赤すり文化はずっと続いています。 でその後、銭湯でサウナの燻製卵やドリンクも販売することになり、自然に銭湯は家族とお友達の遊び場になって、チムジルバンの文化に進みますね。週末とか家族みんながチムジルバンに行ってお風呂入ってご飯食べて遊んだりするという文化なんですよね。 じゃあ今日はここまでです。この前ちょっと皆さんに汚い話をしたお詫びということで、まあ、リクエストもありましたし、今回は朝鮮のお風呂の文化を紹介してみました。遊北を着たまま入るというのはとても面白かったんですよね。次また面白いテーマで皆さんに伺いますので、その時もよろしくお願いします。じゃあ여러분、こんばんはよ。あんにょん。